この大きさだったシミのちょっと内側の部分。はい、年を重ねる美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの紫耀子です。皆さんこんにちは。はい、今回は肌の印象を格上げするコンシーラーの使い方について今日はやっていきたいと思います。はい、皆さんコンシーラーっていうとこうね、肌の悩みを隠すものっていう認識が一番多いんじゃないかなと思うんですけども、実は顔を引き上げたり、ね、小顔に見せたり骨格を引き立たせるのにすごく最適なんです。でこちらの方なんですけど、コンシーラーもね結構いろいろあるんですけども、コンシーラーのねお悩み聞くことが多いので、その疑問にお答えしながらテクニックをね今日はご紹介していきたいと思います。では早速いってみよう。はい、まずよくねコメントに、あるものはコンシーラーの、ね、色別の効果が知りたいということを聞かれることが多いですけども、まずコンシーラーは明るいものはハイライト、暗いものはローライト、クマだったりとオレンジ系の色で隠してあげると色の効果で、しっかりカバー力がなくても綺麗に見せることができます。次に、コンシーラーねどのタイミングでいくのかっていうところなんですけども、ファンデーション仕込む前にやる場合もあるんですけども、ナチュラルにしっかり隠したいなっていう場合はファンデーションを塗った後になじませるのがいいです。でファンデーション塗りたてでコンシーラーねちょっとつけてしまうと全部が取れてしまいがちな人が多いんですけども、ちょっとファンデーションをつけて少し置いて、ね、落ち着いてからちょっとコンシーラーを使ってあげると、ね、しっかりカバーすることができます。でテクスチャーすごくね柔らかいものと硬いものっていうのがあります、ね、こういうチップ型だったりとかこう塗った時にねすごく柔らかいんです ね。で同じチップ型でもありますか、パシッとついたりとかすごく硬い感じのものっていうのがあります。テクスチャーは柔らかいものは広範囲で、ね、ピンポイントでやると固めのものを選んであげるといいです。で例えば、まあ、大きいものありますよね。この大きいものだとこの上にかぶせてくる人がいるんですけど、この大きさだったら例えばこういう綿棒とかでもつけるときにシミのちょっと内側の部分に入れていきます。でそしたら周りをトントンしてあげてなじませてあげて、こういうパウダーを上からつけてあげて、でそうするとシミが隠れたりします。大きいクマであったりとかこう私たちとかゴルゴラインでねものはちょっとオレンジ系、まあ、こういうビセですけども、ビセのレッドトリックアイコンシーラーであったり、こういう、私はカネボのこちらの方のオレンジ系、私は目のね周りがすごくシワっぽくなるんですね。なのでこちらのねカネボの方のデザイニングカラーリクイド、柔らかいタイプの保湿力があるものを使っていきます。でねこのラインですね、気になるところでここに少しカンパンがあってつけていきます。でこの時に気をつけなきゃいけないのが同じ場所で叩くことでなじませていきます。目の下のねところって皮膚が薄いのですごくねなじみにくいですね。なので、ね、トン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 と同じ位置でトントンしてなじませていきます。そうすると、ね、綺麗に隠れますよね。じゃあこっち側反対の手でトン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 、結構皆さん広げてしまうんだけど、私たちはたるみの部分も入ってくるのでそのまんまトン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 入れてあげて隠していきます。でオレンジがすごくね色が出てしまうタイプのものは上からまた今度ベージュのコンシーラーをねこうね重ねてあげるといいということで、こういうねこちらのビセの方はオレンジ使ってから上からベージュを重ねるっていうタイプでこれ2つ入ってます。でちょっとベージュ寄りになってるオレンジだと1本でOK。 はい、で今度はコンシーラーでリフトアップしていこうっていうコンシーラーの使い方なんですけども、私はねすごく今一番気に入ってるコンシーラーはこのビオールの、スキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー、はい、これは1本持っとくとねすごい使えます。仕事でも使うし自分でも使うし、カバー力があるのに、保湿力もあるっていうタイプです。
で私もねリフトアップしていきたいって言った時にどこをつけていくかっていうと、まずこめかみがね私たち痩せていくんですよね。なのでこめかみのあたりにちょっとつけてあげる。ハイライト効果って言ってこのハイライトのね部分つけてあげる。でそこから小鼻ですね。小鼻の部分で私もほうれい線が強いんですけど、このほうれい線の上に描くんではなくて、このほうれい線があるちょっと上の部分に出していきます。この部分に入れていきます。あと私はね結構このげっそりこくので、頬こけしてる人はここの部分に入れていきます。でトン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 、これあのスポンジでも全然 OK なんですけど、まずね自分の手で馴染ませていきます、ね、少しねこの骨ですね、骨のところにちょっとコンシーラーが入ってくるのと、このこめかみのところですね、でこの下の部分、頬がこけちゃってるところをトントン、この小腹で、そこからほうれい線の外側に入れたところをね、ちょっとトン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 でね、少しねこう上に向かって入れてあげるようで、どうですか、顔が上がって見えませんか。はい、ハイライトこんな感じになります。そしたら今度は眉毛を描いた後にちょっとコンシーラーをねあのつけてあげると眉毛の形が綺麗に見えます。こういう眉毛のねこうちょっと産毛が生えてたりとか産毛の処理がないと結構綺麗にラインが整わない時があります。なのでねここの部分をかなりね私たちの眉毛で下がってきちゃうんですね。こっちが下がってきちゃうので、この下がる部分を少しコンシーラーでつけてあげると、コンシーラーなんでもいいです、あのベージュ系の、ね、自分の肌に馴染むものであれば、ね、何を使っていただいてもいいです。でトン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 、あと指でトントンと馴染ませれば、はい、こんな感じで馴染ませてあげるとどうですか、眉毛の部分もキリッとしてあげるだけでクッと顔が上がってみます。はい、であと口周りがねぼんやりしてる人は、ね、口角が下がってたり老けて見えちゃうので、ここの部分を上げてあげるように、ね、こういうスティック状のものとかだったらこのままこうやってで描いちゃう、筆があったら手持ちのコンシーラーで構わないので、ね、手持ちのコンシーラーで山とかも、ね、リップ筆でリップを描くときに描くんじゃなくて、この山のところをちょっとコンシーラーで、ね、あとここがちょっとくすんでる方とかだったらで顎のところにね、顎にねちょっと高さが出ると引き締まって見えてくるんですね。私たちこうもやっとしちゃうの でここでまた同じ位置でこう斜めに持ってトントンです。でちょっと口角引き上げてつけてあげるね、顎で押さえて、本当にね垢抜けた印象になったりとか、コンシーラーを使うことでよりベースメイクが角が上がったりとかね、より小顔に見えたり、ちょっと仕込むだけでベースの部分でも仕込んでおくと、まにね、ローライトとかね、ハイライトって言ってこう色でなんとかしようとしなくても、自然なナチュラルメイクっていうのは薄化粧のことではなくて、ナチュラルに肌が綺麗に見える、ね、角上げメイクのことになるので、コンシーラーの使い方をやってみてください。慣れてくるとね、私はここだけとかね、あここだけでいいなとか、人によって違うので、自分のね今日は気になるなって思うところ一つ、入れて いただけると、あのシミ隠すだけじゃなくてね、こういうのを入れてあげると肌の印象を、ね、すごく上げてくれる、テクニックになるので、もしよかったらやってみてください。でやってみて、難しかったよとかなんかうまくできたよとかっていう感想がありましたら、下のねコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、また次の動画でお会いしましょう。